ジョン・スミートンは、イギリスの土木工学者であり、橋、運河、白地、灯台などを設計したことで知られ、土木工学の父とも呼ばれる。機械工学や、物理学の分野にも足跡を残している。土木工学者を自称した、世界初の人物でもある。イングランドのリーズ近郊、オースソープで生まれる。リーズグラマースクールで学び、 父の法律事務所で働き始めたがそこを辞め、数学的器具の製造を始めた。例えば、物質の拡散を調べるためのパイロメーター、航海で使うワーリングスペキアラム、または、ホリゾンタルトップなどを開発した。1753年、王立協会フェローに選ばれ、1759年には、水車と風車の気候の研究に対して、コプリメダルを授与された。 1759年の論文アンエクスペリメンタルインクワイリーコンサーニングザナチュラルパワーズオブウォーターウィンドツーターンミルズアンドアザーマシーンズディペンディングオンサーキュラーモーションでは空気中で動く物体について圧力と速度の関係を示しこれが後のスミートン係数を導くきっかけとなったしかし1759年から1782年に かけての時期には水車について、さらに研究を進め、ドイツのゴットフリート・ライプニッツの提唱した、ビス・ビーバ理論を支持するようになった。ライプニッツの考え方は、当時の学会の主流とは異なっており、アイザック・ニュートンの運動量の考え方と両立しないと考えられていたため、スミートンは学会と対立することになった。王立協会の勧めで、 スミートンは三代目のエディストン灯台を設計した。灯台の建材として、いち早く水構成石灰を使い、花崗岩のブロックをぴったり積んでいく技術を開発した。この灯台は1877年まで使われて、いたが土台の岩が侵食され始めたため解体し、プリマスに部分的に移築して、スミートン島と呼ぶようになった。スミートンは石灰に、 水構成を与える条件を特定したことから、セメントの進歩に重要な役割を果たし、後のポルトランドセメントの発明の基礎を築いた。スミートンは土木工学の分野で様々な土木開発に関わった。以下に主なものを挙げる。工学の専門家として1782年、ノーホークのウェールズ・ネクスト・ザ・シーのハーバーでの沈霊の堆積に関する事件の法廷に承認として、 出廷した。これは、イギリスの裁判士での初の専門家承人とされている。また、イーストサセックスのウィンチェルシーの港の賃礼対策として、第二新しい港を作るという事業のコンサルタントも、務めた。この港を、スミートン、エスハーバーと呼ぶこともあるが、実際には、スミートンが関与したのはごく一部で、その後30年も開発に時間を要した。 機械工学分野では、1761年に、旧にある、旧ガーデンの用水器、1767年に、カンブリアのアルストンでの水車などを生み出している。1782年、ニューカススルアポンタインで、イギリスで、初の五枚輪の風車チムニーミルを建設した。また、トマスニューコメンの蒸気機関を改良し、1775年、コーンウォールのチェイスウォーター鉱山に、 それを設置した。1789年、スミートンはドニパパンのアイデアを応用し、潜水省に圧力をかけた新鮮な空気を送り込む仕組みを開発した。この潜水省はヘクサム橋建設プロジェクトのために作られたもので、水の中での作業には向いていなかった。1790年、これを改良して水の中で作業できるようにし、 ラムズゲートの防波堤建設に使った。工学者としての評価は高く、ルナーソサイティに一員として貢献し、1771年には土木工学協会を創設した。土木工学者という用語もスミートンの公案で、王立陸軍士官学校卒の公兵と区別するための用語だった。スミートンの死後、土木工学協会は、スミアトニアンソサイティと解消し、 1818 18年には英国土木学会に発展した。弟子として運河技師のウィリアム・ジェソップ、建築家で工学者のベンジャミン・ラトローブがいる。家の庭を散策中、脳梗塞で亡くなった。ジョン・スミートンの名はリーズ郊外のジョン・スミートンコミュニティ・カレッジという学校名に残っている。また、リーズ出身のロックバンドカイザー、チーフスの曲、アイ・プレディクト、 エーライオットの歌詞にもスミートンの名が出てくる。また、プリマス大学にもスミートンの名を冠した建物がある。ライト兄弟が使った、揚力方程式は、ジョン・スミートンのものだった。次のような式である。ここで、ライト兄弟は、風洞で実験を行い、スミートン係数の値が間違っていて0.0033、だとした。なお、現代では、スミートン係数は使わず、同圧で、 揚力係数を正規化する。ありがとうございます。